ヤマハ GTS1000A はヤマハ発動機が1993年に発売した輸出市場向け4ストローク 1003cc の大型自動二輪車である。GTS1000 はヤマハのツアラーでベストセラーとなっていた FJ1200 の後継車種としてまた当時高い評価を得ていた BMW の K シリーズへの対抗車種として1993年に日本国外で発売された。 日本国内での販売は1999年の販売終了まで一度も行われなかったが、逆輸入された実績がある。当時の主力市場であったヨーロッパにおいては、オートバイへの100割引規制が施行されると言われており、また将来的なハイガス規制を見越して、キャタライザーを装備するなど、下記に示すように先進的な機構を採用していた。しかし、実際に、 ヨーロッパでは100馬力規制は実施されず、先進的な機構を搭載したことによる開発及び製造費用の増加などによって販売価格が跳ね上がった結果販売台数は振るわなかった。細かい改良とカラーリング以外変更されず、1999年まで販売された。エンジンは FZR1000 を基本に燃料噴射装置 EFI を加えることで、 低中速重視の設定を施している。フレームと足回りは完全に新設計とし、前輪には肩持ちスイングアーム式サスペンションを採用した。ステアリングの機構に関しては、ハブセンターステアリングと混同されがちであるが、そもそも GTS1000A の前輪にはハブがないため、ハブセンターステアリングではない。排気系にはキャタライザーを標準装備としている。また、 ABS を装備した GTS1000A もラインアップされていた。純正のパニアケースがオプションとして存在し、フレームにはそのためのマウントが用意されている。その得意なフレーム構成は前後のサスペンションアームとフレームを側面から見た形状がギリシャ文字のオメガに似ていることからオメガシェープドフレームと称された。ツアラーとして安定した走行を行うために、 効果的と考えられる機構を多く採用しており、その効果は絶大である。特に制動時は、機構的に握りごけの発生しづらい、フロントスイングアームに、ABS の組み合わせによって、盤弱の制動力を発揮する。また、中速で粘るエンジンは、重量級の車体にもかかわらず、常用速度域において、スーパースポーツに匹敵する、動力性能を保持している。 その性能は開発者にして、時速 100km までの加速であれば、FZR-1000 をしのぐと言わしめるほどである。しかし、超高速域での出力特性は、決して良くなく、詳細は口述するが低速でも、非常にナーバスな出力特性となってしまっている。この車種の最大の欠点となるのは、ありとあらゆる機構を組み込んだ結果 279kg と、 なってしまった重量である。加えて、車体の重心が高いため、サイドスタンドを解除するまでの操作でさえ自由に操ることのできる人は限られる。この車種の外観で、最も特徴的であるのが、前輪の片持ちスイングアーム式サスペンションだが、一般的なテレスコピック式サスペンションに比べて、幾分得意な挙動を示す。安定した旋回を行うためには特殊な技術を、 必要とする場合がある。また前輪は130、60ZR17 という特殊なサイズを採用しているが、現在ではサイズがないのと摩耗時に若干切れ込む傾向があるため、120、70ZR17 や120、65ZR17 にリプレイスするオーナーが多い。前輪が加速、制動時に挙動変化が少ないスイングアーム式サスペンションである。 ことも、リア荷重を妨げる要因となっている。一方で、荷物満載時やタンデム時など、十分に、リア荷重がかかる状況では驚くほど軽い、旋回特性を見せる。いかにも、ツアラー向きといえる蒸気の特性に対して、低速時の操作性は、若干の慣れを必要とする。スイングアーム式のフロントサスペンションは、低速線めぐる時に、切れ込みがほとんど発生せず、 中低速重視のエンジン特性も極端に低い二次、減速比と駆動系のバックラッシュによって、アイドリング回転数付近で安定した、線巡るを行うことは慣れを必要とする。ありがとうございます。